藤原の秀里、平の貞盛のためにあえなき最後を遂げた平の正門の娘さつき姫は、父の無念を晴らさんと貴船の社に祈願をかけ、その万願の日、貴船の神に改まよる妖術を授かり、滝足姫となり下房の国に立てこもり、あまたの手下を集め朝廷を欺き、天下に災いを成しました。そのため大江の中将光圀が勅命を受け、陰陽の秘術をもってこれを鎮圧するという物語です。それでは宮古神楽団の皆様、よろしくお願いいたします。新たかなるご神
Bye.
と申す者なり、あれはこの度我らが大主時時足を決め征伐のため親の中将光国なる者都を立ちたる時気を及ぼせしは宇宙の剣なり、あれはこれより本丸寺の館を指して宵そば場やと思うなれ。Thank you.
夏の虫とは何じゃらがこと。あれはこの木のガスベク。いざ勝負。